え続きまして東京大学大学院農学生命科学研究科教授の木田聡先生よりえ食の心理メカニズムを司る食,食種構成変容制御基盤の解明というプロジェクトについてご紹介いたします、えー、それでは先生よろしくお願いいたしますはい、えー、このあのプロジェクトの pm を務め,務めております木田です、えー、よろしくお願い申し上げますはい、えー 我々は毎日どちらかといえば好きなものを食べていますけれどもそういった食選択のメカニズムすなわち食行動の心理メカニズムを解明することで健康に優しい食を楽しんで食べるような基盤技術を開発したいというふうに考えておりますで研究開発項目といたしましては私は3年間でマウスを用いた研究を行っていく予定ですけれども マウスでも例えばわれわれは毎日同じものを食べ続けると別のものを食べたくなりますけれどもそれと同じような行動を示しますこういった行動をタスクを行動課題を開発することでマウスの食選択の食指構性を決定するようなメカニズムを解明していきます一方でマウスも あの好物を食べるとあの気持ちが良くなったといったような行動を示しますのでえこういった行動を使ってえ行動課題を使っておいしいものを食べるとあの幸福感が生まれてくるような生み出されてくるようなメカニズムの解明もえ試みます一方で人を対象とした研究もあの試みていく予定ですでこ,の,かこの,あの人の対象の研究においては え人が、われ我々が何を食べるかというのをあの決定するような、決定してもらうようなあの画像の動画の課題になろうかと思いますけれども、そういった課題を開発するということを、この3年間で予定しております。将来的にはこういった人の課題を用いて、実際、脳画像解析を行うことによって、人の,あの食選択の心理メカニズムを明らかにしていくということを考えております。で、えー そのあのこれらの研究を通して、えーまあ、ここが重要な点なんですけれども、あの科学技術の力で、えーまあ、精神的な苦痛をなく,すなくして、えー、好き嫌いを克服できると、そして、まあ、健康な食を楽しんで食べることのできるようなあの食,食習慣の改善、えー、技術の開発を試みますで。こういった技術を使うことによって、えー、食の楽しみを通して、えー、心豊かな状態を叶えると。 いうことをあの目指していきたいというふうに考えております。すまで、えー、まああのまだあのこの例えば過食症とか拒食症といったようなあ疾患のメカニズムは分かっていませんので、えー、我々の研究はこういったあ疾患の理解にもつながると思います。で、先ほど説明したような技術を使いまして。 えー、使,い使うことによって、まあ、生活習慣病などもあの減ると、いっていくと思いますので、まあ、2050年には食によって、食を通して心身ともに健康となり、えー、心に活力がみなぎるような社会を実現したいというふうに考えております。以上ですありがとうございました